検証企画、涙腺が勝つか、ツボにはまる顔が勝つか。どっちが勝つと思う？涙腺とツボの顔、妖怪ツボの顔と。ちなみにすっぴんでお願いしますね。すっぴん、よーいスタート。どうも、解釈です。さあ、今日なんですけども、なんと暴れたぬきこと中野くん持ち込み企画でございます。ズバリどうぞ。はい、嫁ザック検証企画、涙腺が勝つか、ツボにはまる顔が勝つか。すいません、ちょっと、まあ、若干甘噛みはありましたけども、まあ、タヌキなんでそこは、仕方がないとは思うんですけど、そうなんですよ。これどういう企画かと言いますと、僕はもうちょっと説明受けてるんでね、言いますと、まあ、嫁サックってさ、もういろんな動画に出てくれてるんだけども、その中でも一番特徴的なのが、やっぱり視聴者さんも思ってると思うんですけど、涙腺がすごい弱いんですよね。もう感動しがち。超涙もろいですもんね。だってさ、まあ過去のエピソードなんかで言うたらさ、鬼滅の刃の映画を見に行ってね、嫁サックと子供たち で煉獄さん、まあ、みんなさんも泣いたと思いますわ、もう映画館で嫁さんがもううわー泣いたらしい、でそこから数週間後に家で、鬼滅の刃とビックリマンチョコのコラボみたいなのがあってね、でそれで開封を小部屋でやったんですよ、でそこで煉獄さんのシール見て泣きましたから。もうそれぐらい涙腺が弱い。ゆるゆるですもんね。もうゆるゆるなんですよ。そして肩や、嫁サック、ゲラでもあるんですよ。まあ、ゲラっていうのはもう笑い上戸と言いますか、すぐ笑ってしまう、この二面性があるんですね。そんな中で、まあ、嫁サックの中で一番こう笑ってしまう人がいるんですね。それはまあ過去の動画を見てもらったら分かると思うんですけど、それがトンボさんの顔なんですよ。顔って顔かい、ツボ中のツボ。ど真ん中ですよ。もうど真ん中。ど真ん中のダーツで言うブル。誰の顔がブルなんですか。だからなんか前嫁さんに言ってたと思うんだけど、トンボさんの顔見たら頭の中でプーってなる。ブル入った時、ブル入った時の音が何年って頭でプーってなる。で笑っちゃって。でもとにかくトンボの顔が大好きなのよ。顔も好きやし、トンボのリアクションも好きだったりとか、ある種うちの嫁さんはトンボのファンだったりする。それはありがたいですけどね。なのでどういうことかっていうと、涙腺 VS ツボにはまる顔対決になってくるんですけど、じゃあ一体何をするかと言いますとですね、今回まあ中野くん持ち込み企画ということで、中野くんが用意したのが、もう嫁さんって涙腺弱いでしょ、で感動話とかにも弱いんですよ。中野くんが今回ね、なんか用意したんでしょ。用意しました、感動エピソードを用意しました。感動エピソードを用意した。そのまあ誰でも泣けるような、多分嫁さん普通に聞いたら泣いちゃうと思うんだけども、その感動エピソードをツボの顔、ツボの顔、ツボの顔なんて日本語あります？化け物だ。ツボの化け物なんですよ。初めて聞いたよ俺。俺も言うてておかしいなと思ってんけど。まあツボの化け物のことトンボさん。ツボになっちゃってるから。トンボさんにその感動エピソードを読んでもらうと。嫁サックは果たして笑ってしまうのか、もしくは感動して泣いてしまうのか対決です。これで面白そうですよね。じゃあナイスですよ、たぬきさん。ありがとうございます。いわば検証ということですよね。あ、そういうことね。だ、なんか違ったの、違ったの、ごめん、間違えてたんだ、取り直すけど。検証ということでございます。そういうことやんな。だって嫁さんも検証言ってたからね。そういうことやんな。で、やり方なんですけど、まあ過去ににらめっこ動画って過去に上げてきたじゃないですか。あの形をちょっと取ろうかなと思ってまして、僕が間で幕持ちます、用意スタートで下げます、そこからスタートして、トンボさんがこう感動エピソードを読んでもらいます。そこで泣いたら涙腺の勝ちですか。いや、でも勝つと思いますよ、涙腺が。あのね、僕はもう嫁さんのことよく知ってるけど、俺 100% 笑っちゃうと思うんですよ。いや、言ってね、何回この顔見てるかっていう話なんですよ。ちなみにすっぴんでお願いしますね。すっぴん、そのキャップメガネじゃなくて、まあまあまあ、はいはい、そう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 。で今回あのスーツも、そうですね、トンボさん持ってきてくれるからには、やっぱちゃんともう静粛な感じでやりたい、その感じで。ただもう一回勝負だともう 100% 僕は笑ってまうと思うから、今回5回にします。もう5回笑った時点で終了。
ああ、なるほど、まあまあまあ。もう無理だということで。まあ、それまでに、最後まで読み切ったら、累戦が勝つっていうことになります。まあ、だから読み切る前でも泣かしたら、まあ、僕の勝ちってことですね。あ、確かにそうですね。読み切る前に泣かしたら勝ちやね。はいはいはい。そういうことでございます。うん、果たしてどっちが勝つのか、うん。これちょっと楽しみですよね。楽しみ。OK ですか？はい。中野さん。OK でございます。わかりました。じゃあ、まずは今回主役の嫁作に、登場していただきましょう。はい、お願いします。どうも、嫁作でーす。ないよー。ちょっと気づいたみんな、はい、視聴者の皆さんも気づいてるかな、うん、珍しく、うん、ピンクの服着てんのよこれすごい珍しい。言わなくてもいいんじゃないですか。お知らせしなくていいんだよそんなだってさ、うん、俺もう長年こうね一緒にいますから、はいはい、彼女はこの手の色はね、うん、ほとんど着てこなかったの。急にね最近ちょっと購入したんですよね、うん、買ってみた。これどうしたんですか。まずそこから聞いてみて。どうした。ちょっと試着してみたら、うん、この色の方が似合ってる気がしたから買ってみたけど、うんうん、どう？めちゃくちゃ可愛い。確かにめちゃくちゃ似合ってます、ね。めちゃくちゃ似合ってるよな。今まで避けてきたもんな。初挑戦だから。めっちゃいいよ。うん、だ興味ある？だからこれ。あるよあるよそんなもん。俺が一番興味あるよ。また幅広がったねファッションのね。うん、うん、そんな話はどうでもいいよ。失礼いたしました。どうでもいいってずっと言ってるさあ嫁さく、うん、まあもう説明はしておりますけども、うん、今回の企画どうですか、うん、自信のほどは。まあ自信って言ってもおかしいけども、どっちどっちが勝つと思う、累戦と壺の顔妖怪壺の顔と妖怪の顔になっとるで、ほんと好きやん、トンボさんのことが。トンボさん、面白い。面白いよね、うん、笑っちゃうよね、うん、どっちが勝ると思う、嫁作の中で。どうだろうね、うん、どっちか、わかんない。やってみないとわからない、うん、ちなみに中野くんが用意してくれたその作品は、うん、めちゃくちゃ本当に感動する内容だから。いや、いい話ですよ。そうやんな、うん、子供系とか動物系が来たらダメかもしれない。そうよね、うん、ただ読むのは、うん、ツボですから話変わってきてるんだ悪魔のツボ悪魔のツボ誰が見ても笑ってしまう悪魔のツボが相手ですからまあこれはなんか正解不正解は特にないから今回あくまでも検証なんで、うん、もう嫁作家は普通に何も考えずに話を聞いてほしいっていう感じ、うん、ただまあルールとしてはちゃんとお互い目を見ましょうっていうところかな、うんうん、目線そらすとこれ話変わってきますから、まあ、そうですね。その感じでいきましょうか。目を合わせなきゃいけないんだね。もうちょっと笑けてきてる嫁作何回見てるんですか。いや見てるんですけど、うん、目を合わせてじっと見つめ合うってないもんね、うん、しかも今回すっぴんやから。すっぴん。そうだから全部ない状態のトンボやから。あ、シャレじゃないやろ多分。シャレじゃないやろってなんすか。いやほんまに未だに悲しい時とかテンション低い時にトンボの動画見て笑ってるから、うん、ほんまにぐらいトンボさんのファンなんですよ。まあでも僕はもうめちゃくちゃもう気持ち入れて泣かせに行きますから。あ、それは絶対行ってください。それはもう絶対に本気でお願いします、はい、果たしてどっちが勝つのか、うん、それでは早速やっていきましょう。はい、さあというわけで、はい、早速本番行きたいんですけども、はい、まあ今嫁サックはトンボ見えてませんね、うん、トンボも嫁サック見えてません。見えてません。嫁サック完全にトンボさん今すっぴんですこの膜を違うんだよ。何？安武さんがちょっとクスクスしてるから。すいません、失礼しました失礼しました。もうクスクスするってどういうこと。違う違うんですよ、今このスタンバイしてる時に、ええ、頭についてるホコリこうやってたんでこうやってたみたいな、はい、頭についてたホコリ。そうなんですよ、それがちょっと面白い。すいません、大丈夫です。いいですか。はい、まずはファーストチャレンジです。はい、それではいきます。よーいスタートちょっとちょっとちょっと待てお, おい嫁さっけ何やってるんだあなたは秒殺でしたね。秒殺でしたね、やっぱりじゃないんですよ一言も発してないんですよ何をやってるんだよ俺真顔の俺ですよ、面白かったちなみにもう1回使いましたからあと4回ですねなんすかこの企画この企画何私もなんだろうと思ってやってます
いいですか、2回目いきますよ。はい、頑張れ。それではいきます、よーいスタート。ちょっと待って、ちょっと待って、やばいよこれ、おいやばいよこれ、やばいよ、なんやこれは。いやここまで、いや俺も想像してたけど、はい、やっぱり笑ってまうよな。やっぱり笑ってまうって。ちなみに友さん今読みました？読んでない。強いな。一言も言って、感じ、さすがやな。さすがじゃないっすよ。さすがよ。フォーマルな俺ですよ。目の前にいるのは。ヨメザク大丈夫、どうでした？いやちょっと目見なきゃいけないんだよね。そうよ、もちろん。いやちょっとやっぱさ、いつものトンボさんのあのメガネがない状態で、うん、やっぱちょっと困り顔してるから、それがちょっと。じゃあ困り顔で僕もこう泣かせに行ってこう気持ち入れてるんで。なるほどね。なるほど。わかりました。これもうガチですから。はい。残り3回です。はい。それでは行きます。ちょっと待って。大丈夫？うん。頑張れ。はい、入った。よーい。スタート。ダメだもう。おい。おい。ちょっと待って、これ終わる終わる終わる。やばいやばいやばい。ほら、あと2回だろ。話聞きたいのに。中野くん考えてきたのに。なんすかこれ。マジで今さ、はい、今さ、トンボさんどんな気持ち？いや、どん、もう最低な気持ちじゃん。なんすかこれは。残り2回やばいですね。残り2回です。あかん、こうおもろすぎる。何もやってないですよ、これ。何もやってないのよ、俺。さあ、いきますよ。はい。泣いても笑っても残り2回。はい。嫁さん、大丈夫ですか？大丈夫です。それではいきます、よーいスタート。これはちょっと待って、ちょっと待って、一言。おいやばいよ、トンボさんのここがすごいピクピクピク。気持ち入っちゃってるんですよ俺は。これはしか言ってないです。なんすかこれは。でわははは、めっちゃおもろいわ。これはわははは。皆様びっくりしますよ、はい、あと1回です。ラストチャンスでしょこれ。ラストチャンスですね。なんすかこれ。いいんすかこれ。最近の家事作では珍しく短いと思う。めちゃくちゃ短いぞこれ。これもガチやから、あの5回がちょうどええからね、やっぱり。まあまあね、ラストよ、ヨメザク。はい、いきますね、よーいスタート。これはある女子中学生のお話でしょ。おいおいの方が先だったと思う、今の。ちょ、なんなん今の。真偽ですよ今の。真偽やね今の。お前も笑ってたよな。なんで。じゃあ嫁サックがもう今にも笑うぞっていうスタンバイの顔になってるんですよ。してたんですよ、私、うん、スタンバイの顔なんで。ちょっと今のは、はい、ちょっとノーカウントにしよう。そうですね、トンボが笑ってもだから、はい、僕が笑っちゃって。これちょっとある、ちょっと違うもんね、はい、これはこれはちょっと違いますね。嫁さん、ちなみにあれよ、もう口が曲がったらもうほぼほぼアウトだからね、うん。それだいぶ難しいね。だってこらえてる時点でおそらく涙腺は刺激されないでしょ。うん、うん、いや、わかんない、ちょっと、okay、うん、ちょっと本当に頑張って、もうマジで絶対に泣かせます。わかりました。もう僕もちょっと腹立ってきました、うん、なるほどね、泣かしたくなってきました、うん、頑張ってください、はい、めちゃくちゃ顔おもろいなお前。なんすかそれ。可愛いんだよ。何年の付き合いなんすか。可愛い、なれない。さあ、それでいきます、ラストチャレンジ、よーいスタート。これはある女子中学生のお話です。彼女はとても引っ込み思案な性格で、誰かと終了。終わったよ、終わっちゃったよ、おい。終了でございます。何してるんすか。2行も言えてないっすよ。2行も無理やっぱり。
メガネかけてくれたら聞けるのかな。あ、それはあるかもしれないけど、でもやっぱりこの状態が一番嫁さくツボやんか、おそらくね、うんうん、ちゃんと見てごらん、ほら顔ちゃんと見てごらん。なんかトンボさんのちっちゃい時の写真とかがちょっとこうフラッシュバックしてきたりして、あー、あの写真ね、今出てると思いますけど、うん、何回出すんすかこれ農協のさんJA のちょっと待って、全然2行も言えてないマジでどんな話か分かんないでしょ。分かんないです。中学生の女の子が出てくるっていうことしか分かってないでしょ、はい、あー、じゃあやっぱり嫁作的には聞いたら泣いちゃうかもしれない、うんうん、女の子、中学生の女の子の話だから。そうよな、そう、当時とかカンちゃんとちょっと照らし合わせってのもあるかもしれない、うんうん、多分そういうことを狙って中野くんは用意してくれたんですよ、せやな、うん、じゃあもうとりあえず検証結果は、はい、うん、壺にはまる顔の勝利でした。うん、なんだこれ。でおまけで、はい、もう一回行こう、うん、あー、で、そうですね、今、はい、嫁サックだいぶ慣れてるから、確かに、うん、慣れてるからね、うん、なんかこのバサーの瞬間にちょっと面白くなってきちゃって、あー、わー、わかる、これね、そう、うんうん、それがやっぱダメだった。でも今だいぶ慣れたでしょ、うん、慣れた。だからおまけで泣きの一回行こうよ、うん、ね、うん、わかりました、はい、うん、とりあえずもう検証結果が出たんで、はい、はい、嫁サック、トンボさん、お疲れ様でした。動画はさあ、それでは、うん、ラスト1回、トンボさん、はい、嫁サック、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。よーい、スタート。これは、ある女子中学生のお話です。彼女はとても引っ込み思案な性格で、誰かと話をするのがとっても苦手でした。そんなこともあって、学校では友達ができず、クラスでは浮いた存在になってきました。おいおい、どういうことだよ。すいません。どういう現象なんだよ。どういう現象だ。え、もうなんかね、何やってるんだろう。もう読めなくなってきたんだ。俺も読めなくなってきました。今でもちょっと嫁さんいけそうやったね、うん、なんか入ってたもんね、うん、スイッチがね、入ってました、うん、ダメでしたね、ちょっと僕がちょっと、うん、なんか変な気持ちになっちゃって笑っちゃいました。笑っちゃったね、はい、じゃもうラストね。ラスト、本当にラスト、もう本当これやっぱ読み切りたい。そうね、はい、うん、行きましょう、はい、よーい、スタート。これはおい言いい加減にしろよ。これなんやねん。これなんやねん。これどうしよう。終了。もうだってさ、トンボが壺に入ったら終わりだもん。終わり終わり。そうそう、多分もう無理でしょあなた、うん、俺無理だ、無理。俺無理です。俺無理です。俺がおもろくなってきちゃいました。せやな、はい、いやー、終わりでーす。終わりでーす。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。